Welcome to シビチャンネル。どうもシビです。もう何回かわかんないけど、アークサバイバーエボルブやっていきますよ。70に向けた。でも70に入ったのいないですね。私はローカルでまったりと。あれ？お前のあれはどこ行ったんだ？あれ？セーブできてない？まさか。マジっすか？え、そのバカな。おー、よかった。びっくりさせないでちょうだい。どこまでやったっけね。そう、これをどうやって使うのみたいな話。何もならないね。なんかなるのかしら。わかりません。まあそのうち判明するでしょう。なんとなくやってればわかるよ。このゲームいろいろと動線がしっかりしてる気がするんで、ウェイト80だからちょっと石とか置いとかないと。ちょっと間が空くと何やってたっけなみたいな感じになりますね、この点のは。ん？今マップ。マップもあるらしい。こっち？いや、これでしょう。遠距離攻撃手段はね、持っておいて損はない。あと、これも欲しいけどね。スプリングショット。Stone to fire。ああ、なるほどね。石があるから、49発撃てるよってことですな。オッケーオッケー。
よし、これで遠距離攻撃手段をゲットしたぜ。あとは、木は半分ぐらい置いときますか。川は重要だから置いておいて、こんなんでいいかな。さあ、どこに行く？ストップウォッチしてるんですよ。大体ね、大体ここくらいじゃない、じゃないとね、これがないとね、時間が分かんなくなる。一応、そこはね、適度にやっていきましょう。まあ一応、あとは死んでも、あ、そうか、アイテムは全部置いてきゃいいのか。肉以外。結構肉も重要ですな。ふふふ。掘ったて小屋というか、まあマイホームですか。全部入れちゃおうよ。そんなあってもしゃあないし。ベリーだけちょっと半分ぐらい。これだけ持って、あと木もいいや。いや、だけど木ちょっとだけ必要なのか。ね、作らなきゃいけないから。こんな感じですかね。これもちょっと持っといて、軽くして死んでも大丈夫みたいな。石はまあ仕方ないね。半分ぐらい入れとくか。何気に石がなかった。ありそうで。一応現地調達できるしね。そうか、現地調達しながら行けばいいよね。殺しろよーっていうので、ちゃんとチュートリアルみたいなのが出てくるから、ありがたい、本当に。はい、これでだいぶスペースは空いた。ただ石拾わないと。ちょっと遠出しましょう。あれ倒せるかな。落ちないだろうな。強そうだもん。レベル 5？ いけるかな。いっちゃう。よし、ジーヌ15発しかたまらない。うまくやったらいけるというような気がしてきた。やろ。嫌をね、やってみてるんですよ。
戦で定められるんだろ。こんなに死ぬのかな、そもそも。当たってなくね。うんちだ。クロッツ。やめました。なんか思ったより飛ばない感じだったんで。あれちっちゃい方行こうぜ、ちっちゃい方。あいつだといける。にやられた。悲しみ。何もなくなってしまった。しかし経験値ちょっと落とすぐらい。いや落ちないでしょ。ねえ、ベッド作ってよかった。ベッド、この前ラプターに勝ったの運ゲーだったのか。これに俺の死体はどうなんの。あったあれかな。おお、あれ死体はどういう扱いになるんでしょうね。これにばらまかれるのかな。でもこれに死んだよね。見えないね。死んだら全ロス？拾っちゃう。もっとこっちか。この辺で死んだような気がする。なんかもうちょいなんか死ん、わかりやすく墓でも立ってるといいんだけど。ラプター強かったわ。ショックを隠しきれない。サソリとかいるし。うわ、絶対強え。あれは強えわ。丸腰は無理。何のための遠距離攻撃手段だ。木の上にあるもん落とすとか、そんなんなんかな。死んで、しかも回収できるのがちょっと。まあ、よかったね。数を減らしておいて。しゃあないわ。
殴ると体力減るんです。まあダメか。ちょっとまあそんな感じでした。いやー、ダメなんだね。残念です。ラプターに気をつけなきゃいけないね。不意打ちで、不意打ちというか、不意打ちを決めようと思ったらバレちゃったって感じですね。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。